はい、こちら、今日は泣いてたな、斉藤元彦。斉藤元彦泣いてたんええけどやで、あの取り巻き記者やな、こう今9時やで、夜の9時やで、夜の9時まで取り巻き会見やってんねん俺な。最初やな、4時半5時ぐらいに見てて、斉藤元彦、もう元彦って言っとくわ、斉藤元彦は4時半ぐらいの時点でまたね、いつものワンパターンみたいに、偉そうになんか調査がどうとかヘッタクレアとか言ってたと思ったら、なんとね、7時になっても8時になっても終われへんでね、今回、結構怖いなと思ったんが、個人情報を漏洩した維新の、国会議員が、でその維新が漏洩した国会議員だな、国会議員が漏洩した個人情報をなんと自民党の人が作ったとか作ってないとかっていう話になって、でその後やな、今でも覚えてるわ、飛び抜けて鋭い、精度の質鋭い質問したのが、集英社オンラインやったかな、集英社オンラインっていう人の会社の人が突然やで、いつものダラダラやってる、ダラダラやってる斉藤元彦問いただしのところで、斉藤元彦のまばたきがもう止まったっていうの、会話が止まって、そっから一気に明日の辞職とか韓国とかね、いろんな手続きじゃなくって刑事訴追刑事訴追やな、亡くなった県民局長の人が、個人情報を漏洩されたために、追い込まれて亡くなったんじゃないかっていうことで刑事訴追を受けるんじゃないかっていうところからの、斉藤元彦に責任を問うというシーンがありまして、で、あとあれやな、保証協会やな、信用協会、要は銀行とかでお金貸すときに、まあ予診とか、まあ言えば信用する信用協会に圧力をかけた片山辞めた区知事、この件も圧力がかかってるんじゃないかっていう話になりまして、9時までほぼ9時までかかって、斉藤元彦が瞬きすらしない最後の1時間ぐらいで、他の新聞記者の人やな、もう帰りたいやろと思って、僕やったら普通やったら帰りたいはずやねん、もう帰りたいはずやのに、後から出てくる事実がえぐいから、後から出てくる事実がえぐいのと、集英社オンライン、ちょっと見直したな、集英社オンラインが切り出したところからどのマスコミも帰れない状態で、9時まで、およそ9時までやな。僕ちょっとね、前からちょっと心配してんのが、心配というかね、原因究明のためにやねん。原因をね、ちゃんと責任と原因を追及するためにやねんけど、この斉藤元彦自身が、万が一あるんじゃないのかなっていうぐらいの、今日は追い込まれようです。警察からのね、刑事告訴に対して、連絡は入ったんですかとか、聞いてませんとかから始まって、この話をね、聞いたらね、そらマスコミも変えられへんし、斉藤元彦もさすがにやで、瞬きもできないと思うねんな。っていうところ、ちょっとね、集英社やな、集英社オンラインっていう組織にね、ちょっと、なんていうのかな、これまでのダラダラやってて、実は今日ね、3時ぐらいかな、お昼の3時前ぐらいから、
大阪府の、あの、知事やな、大阪府知事の、まあ、記者会見あって、で、その後やな、あの、斎藤のこの話になって、で、吉村知事が終わって、今度、まあ、やってるやろうからって言って見たら、今9時やで、夜の9時。もう4時ぐらいからやってるとしたら、4時ぐらいからやってるとしたら、4時間やってん、今日は。4時間。僕もね、買い物行きたいな、思っとったけど、なんかご飯でも夕方食べに行こうかなと思ったけど、思わず最後まで見てもうたみたいな。んで、笑ったんが、ニコニコやな、ニコニコで見てたから、最初の2時間ぐらいはね、バーって横線が、テロップがザーッと流れるんやけど、もうね、夜の8時ぐらい回ったら、もうね、テロップが流れへん。もうなんか、もうね、見てる人がいなくなったみたいな状態まで追い込まれてる、この、斎藤元彦。もう悪いけどね、この斎藤元彦っていう人は、もうこれから先の生活は多分ないんじゃないのかな。まあお父さんやな、お父さんとかが、まあ会社やってるから、そこで働かしてもらったとしても、多分ずっと言われるはずだね。僕がね、僕がもしね、この人に会うたら、あ、人殺しやな。人殺し、知事やと、元知事っていう言い方になんねんな、これ。ずーっと背負っていかなあかんから、二人亡くなってるからな。で、これ、今日やな。僕もちょっと気になったんが、昨日やな、昨日か一昨日深夜便でも言ったけど、斎藤元彦が、この斎藤元彦が、パワハラ、もしくは圧力やな、トップである斎藤元彦が圧力をかけたことによって、部下がさらに圧力をかけて、で、結局人が二人亡くなってる。フリーの記者が言ってたけど、暴力団とまで言われてんな。斎藤元彦、暴力団の組長。斎藤元彦、暴力団組長が、いてて、で、その部下やな。部下の組員が、組長を守るために、人をね、564やな。564しても、あなたは責任を感じないんですかみたいな。暴力団とまで言われてんな。ほんで、この人ね、やれん。ほんで、僕もちょっとね、今日お昼ぐらいかな、気になったから、この人が、責任が取れる人かどうかやねん。これから先。これまでずっと公務員やん。まあ言うとあるけど、ずっと公務員やって、で、これで公務員辞めて、公務員辞めて、知事やってるけど、この知事を辞めた後、まあ、知事を辞めた後、刑事訴追やな。刑事事件として、容疑者になったりとか、まあ、遺族やな、二人亡くなってる。もしくは、兵庫県の地方公務員の人やな。兵庫県の地方公務員の人が、パワハラかなんかで、知事を訴えたら、元知事やな。元知事を訴えた場合、これ、元知事を訴えた場合、税金が投入されへんわけやねん。元知事やった場合、個人攻撃やな。個人狙われた場合、公務員の時はやで。この人が知事の時は、ね、国家賠償で国から税金で払われんねんけど、辞めてから狙われた場合、これ、払えんのかなって、二人亡くなってるやん。公務災害、ね、公務員の場合やったら公務災害としても、まあ、公務災害で出ても、まあ大体800万から1000万ぐらいしか出へん。公務災害やったら800万から1000万。ね、交通事故とかの一般的な慰謝料っていうのは、公務災害の800万、1000万じゃ全然足りん。普通で3000万ぐらいは、
3000万ぐらいは要求される昨今や、2人亡くなってパワハラやって受けたっていう人が太くて多数出た場合、この人お金が払えんねやろかって。これで見て退職金が1500万ぐらい出るけどね、出ないねん1500万、この人出ないねん。あの維新の関係者やな、維新の関係者が言うには、この記事僕2回目やねんけど、維新の関係者曰くは、斉藤元彦はあの正直やけど、満額退職金が支給されへんで、報酬も1500万って書いてるけど1500万ももらってないで、奥さんはね、奥さんはなんか嫌な記事やけどな、奥さんと子供はお父さんおじいちゃんやな、奥さんのお父さんに養子縁組して名字が変わって違う学校に行ってるとか、家を引っ越してるとかで、この知事もそうやねんな、これここに書いてあるけど、県庁の関係者運転手に自宅から少し離れたランデブーポイントで、そこで乗り降りして、で家を教えへんまあバレんねんけどな、バレんねんけど、あの住民票取られたらな、弁護士で訴えられるときにな、弁護士会が認めたら住所って出てしまうんやけどやでな、こういうことをやって、で結果あ今日は泣いてるところがある。一応あの4時間にわたるあのまあ言うとあるけど、記者会見じゃなくて、ただのもう言うとあるけど、もう証人尋問や、新聞記者がやってる。で特に8時ぐらいからやな、もしライブ配信のやつを4時間見たい人がいてたら、最後の1時間だけ見たら凍りつくようなところのやつがある。これどうするつもりなんやろな、これって思うわ。正直ね、僕もね、まあまあ、昭和な会社にいてた時やな、この人がやってるようなことで、こういう人やな、がやってることについてはね、昭和ではね、まあ、よくあった。よくあった。僕もね、思い返してみたらやけどね、まあ、会社の上司と部下で、やな、僕は上司と喧嘩した時に、どつかれて、あばら骨が2本ひびが入ったことあんねんな。どつかれて、あばら骨に2本ひびが入って、んで、家まで、な、会社、うちの父親が怒って、それで、んで、2週間ぐらいかな、違うとこに住んでたことがあんねん。避難しといた方がいいって言って、ろくな会社じゃないからって言って、んで、結局、な、診断書出て、全治2週間や。あばら骨が、ひびが入って、全治2週間。で、その後やな、会社のトップやねん。当時の会長やけどな。会長と、社長、会長社長と、当事者と、私、うちの父親、と、ある人と、録音と言いながら話をしたことがあったのよ。あった。で、そういうのを考えるとね、やっぱりトップの責任は重たいと思うねんか。今の時代にはもうなかなか追いつけん話だと思うんやけど、正直やけどね、僕も、もうこの際やから言うてあげるけど、斉藤元彦、この人やな、斉藤元彦は責任が取れてない。例えば県民局長が亡くなった件な、自分の立場ね、吉村知事も言ってたけど、自分の立場に対しての責任が取れてない。選挙で選ばれたトップなら、選挙で選ばれたトップならやっぱり潔く辞めて、
な、民意を問うわけやん。無理やけど。出なかったら、辞職要求が出たんやったら、何十億やん。言うとあるけど、な、解散されても十何億、辞めても新しく、知事選ぶのに十何億かかんねん。30億近いお金かかんねん。この人が、おる、おれへんで。かといって、あと1年やな。あと1年の任期やからって言って、あと1年やん。この人がずーっと休んでくれたらええで。給料もらんと。一番理想的なのは、この人が1年間も、1年間登庁しない状態で、休んでくれんのが一番いいねんて。一番表現に一番いいねん、これ。で、第三者機関やな。兵庫県庁の中に、兵庫県庁の中に、雇った弁護士を入れてや。広域通報を弁護士が直で庁舎内で聞くようなシステムを作れへん限り、これおそらくね、12月まで百条委員会やったら逮捕者が出る可能性あんの。いつもあったよね、国会議員とかでもよくあった、あの刑事訴追の恐れがあるからって言って、あの答えを拒絶するようなことがあったけど、国会議員でも刑事訴追言ってたけど、兵庫県庁も刑事訴追の恐れがあるからっていうことをこれから言わなあかんような現状が出来上がってもてんのよな、これ。収賄やとか、僕もね、できることやったらこういうことは言えへんねん。なんでって言ったら、僕が狙われても困るからやねんな。公共の電波でね、公共の電波でありもしないこと言ってるやんとかって言われた時にはで、まあ僕も一応、あの、保険には入ってるから、訴えてくれても別に構わへんねんけどやで。弁護士用ぐらい出るからやで。出るけど、あえてここは触れない状態でやで。やってたけど、この斉藤元彦っていう人は、やっぱり不適格やと。な、元課長ぐらいやねんな。ずっとウィキペディアでも言ってたけど、課長補佐とかばっかりやってん、ずっと。なんで補佐やねん。この人がやっぱり責任のある役職に立てない人やからやんな。それは人事評価やったんやん、ずっと。補佐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 。ちなみに明日のジョーに出てくるのは補佐やけど明日のジョーは補佐やけどや、この人補佐やな。ずーっと責任のある役職には立てられへん。だから補佐。それが人事評価った人が、いきなりトップになるから、わけの分かれへん。自分の顔入れたポスター作ったりや、自分の声の入った自動販売機やとかって言って、権力を私物化した結果、こんな墜落の仕方をして、結果、関西圏だけかもしれんけど、自民党の裏金、あと何、自民党の裏金、自民党の総裁選挙、立憲民主党の代表選挙、関係あれへん状態で斉藤元彦ばっかりやんけみたいな。まあ見てるとこはそんなばっかりやないやけど、んで待ってましたみたいな感じで毎日やってんねん。毎日吉村知事やな、大阪府知事の吉村さん、大阪府知事の吉村さんが普通にやんか記者会見やんねんけどね、普通に大阪府の質問の後、必ず大阪府の質問の後斉藤のことを聞かれるわけやねんな。吉村さんも迷惑やで。んでこの兵庫県の斉藤はやん、なんか小さい声でボソボソなんか喋ってるかと思ったら、な、フリーの質問になった途端、今日は4時間ぐらいやってねえんだよ、これ。4時間ぐらいやってねえんだよ、これ。んで、明日、予告されてる文書まで出回ってて、マスコミに。辞職勧告を、全議員の辞職勧告の書類を今日読まれるみたいな。明日お前、兵庫県知事来んのかよみたいな。明日、兵庫県知事は来んのかよって。
兵庫県庁に分かっててやで、明日普通に来んのかなっていう、そんなところですか。まあ、ちょっとよかったらね、別の動画で泣いてるとこだけ動画撮ったってるから、まあ見してあげるわ。で、ニコニコやからテロップ流れてんねんけど、最後の1時間テロップの1本も流れんかったもんな、ニコニコは。すっごいこったりこれ。